ン、そしてカーですね。さあ、ケイ対タム投げて、これは白虎、非常にうまい使い方をしている。キチューパンがあの距離だと当たらない、それを知っている。ジャンプ大パン、チューパンフォロー、ケイが奪いしてケイ、キチューパンの距離を理解しているとあの白虎は打ててしまう。そしてネクロはそれを食らうと5段入ってしまうので、あの白虎だけは食らうことができないんだが、投げてトロ、トロを2段まで打っていって中足トロを振らせない。ここはしっかり一旦引いている。ケイ君は非常にうまいネクロ戦を見せているが、タブもこうやって画面足に持っていくと自分の強さを持っている男をネギ取って、これは地上でかけ出すという非常にうまいタブ、小足取りでも強気にいって、これが多分行くところは行くんです。ジャンプ中継、ジャンプコーディーの相性もヤンネクロに関してはかなりヤン有利だと言えるでしょう。ジャンプと飛びたい飛び、空中対空中の対決になった時にいったネクロが振る技がかなり限定されてしまう。そしてスタン中足 EX 投入、結果としてはビビだな。そして K は小学生、